はい、はい、どうもみなさんこんにちは、チョブリです。今日の動画なんですけれども、今日は失点が減る戦術5選ということでやっていきたいと思います。はい、ということでいつもはね選手の、操作方法だったりの守備解説が多いんですけれども、今日は、このね戦術画面、ゲームプラン画面で失点を、抑える方法、戦術ね5選ご紹介していきたいと思います。はい、でこの5つの戦術、まあ、覚えていただければ必ずね、皆さんご自身に合った、守備の戦術っていうのがあると思いますし、これプロの方とか猛者の方も実際に使っている守備戦術なので、ぜひねこの5つ覚えていっていただければなというふうに思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、早速失点が減る戦術5選、1つ目ご紹介していきたいと思います。1つ目が、サイドバックの1人を CB 登録にするという戦術になりますね。これ結構私が多用しているので知ってる方が多いかなというふうに思うんですけれども、どういう戦術かっていうと、例えば4バックの場合、まあ、一番ね、この4枚、ディフェンスラインに置くのは結構オーソドックスなフォーメーションなのかなと思うんですけれども、まあ、真ん中2枚がセンターバック、両サイドバックがこんな感じで左と右にいるっていうパターンがね、結構まあオーソドックス一般的な戦術があるんですけれども、そのうち1枚を内側に絞らせてセンターバック登録にしてあげる、これはかなり有効的です。でこれ、ちなみにね4枚をセンターバックにすることはできません。1枚だけやることができます。なので 3CB と1枚サイドバックみたいな形になるんですけれども、まあ、これは右左問わず、どちらかをセンターバックにしてあげるっていう戦術がかなり有効的です。はい、でこれなんて有効的なのかっていうと、まあね、今作特にこの中央から攻めるフォーメーションっていうのはかなり強いんですよね。僕もこの 4-3-1-2 のこの中央攻めのサイドがいないフォーメーションを、採用しているんですけれども、比較的真ん中から攻めてくる人が多い中で、センターバックに絞らせてあげることによって真ん中にね人が密集するので、真ん中の守備を固めることができる。これが最大のメリットかなと思います。やっぱり相手はね、まあこういう風な真ん中に3枚、CF2 枚 ST とか置いて中央からゴリゴリ攻めてくるって相手がなかなか多い中で、この2枚だとどうしても対応できないことが多いんですよね。それが、もう1枚、センターバックですね、センターバックにしてあげることによって、それにも対応してくると。で真ん中をガチガチに固められるっていうことで、この3枚 CB にするっていうのはかなり有効的です。はい、でただデメリットとしてあるのが、こう自陣からパス回しでビルドアップしていく際にサイドバックとかだと、サイドバック上がってくれるんで、こういう風に上がってくれてビルドアップしやすいんですけれども、センターバック、登録してるともちろん、ね、上がっていかないので、ビルドアップのちょっと難易度が上がるっていうところがデメリットかなと思います。はい、ということで一つ目が、3CB 登録にするっていうことですね。サイドバックの1枚をセンターバックに登録にするっていう戦術でした。はい、さあ続いて2つ目ご紹介していきたいと思います。はい、続いて2つ目がですね、戦術2枚を DMF 登録にするというね、戦術ですね。どういうものかっていうと、例えば、この場合こういう風に4バックでいた場合、2枚をこういう風に DMF 登録にしてあげる。これ結構有効的です。はい、でこれどういうことかっていうと、まあ、結構中盤とかって比較的ねこういう風に1枚のボランチで、中盤2枚、セントラルミッドフィルダー CMF とかに登録することが多いかなっていう風に思うんですけれども、これを2枚 DMF 登録とかにすることによってかなり守備を固くすることができます。はい、でこれなんで、まあ、守備が固くなるのかっていうところなんですけれども、このサッカーゲームにおいて、まあね、センターバックって基本的に操作して出してしまうと、まあ、ここに穴が開いてしまうので、結構この中盤の選手でプレーすることが多いんですよね。なので例えばこれ、仮にこういう風なフォーメーションでベッケンバウアーが抜かれてしまった場合、そうするともうディフェンスラインしか残ってなくて、結局センターバック出してしまう、で穴が開いてしまう、そこの間抜けられるとかっていう失点のシーンがかなり多いんですけど、こういう風に、DMF ですね、ディフェンシブミッドフィルダーを2枚置くことによって、リスクを回避できるというか、ただベッケンバーが抜かれても、じゃあそこビエラカバーできるよねみたいな感じで、中央をかなり固めてくれます。まあ、1個目に紹介した、セントラルミッドフィルダーを、まあ、3枚にするみたいなのと一緒で、この中盤の真ん中の枚数を増やしてあげることによって、かなり、失点を防ぐことができるんじゃないかなと思います。やっぱり失点シーンでかなり多いのって、中盤が抜かれてしまって、残されたディフェンスラインの中で対応しなくちゃいけなくて、結構判断が難しくて失点してしまうっていうことがかなり多い中で、こういう風に、ディフェンシブミッドフィルダーを、数多く増やしてあげることによって、かなり守備っていうのは安定してくるんじゃないかなというふうに思います。実際に僕も結構これは活用しています。
ただこれデメリットとしてはもちろん DMF 登録にするってことは比較的ディフェンシブってね名前がつくだけありますから、まあ前にね上がらず結構どっちかっていうとディフェンスを中心としたポジションになるので攻撃に参加する枚数が少なくなります。なので、メリットとしては守備が硬くなる。だけどデメリットとしては、攻撃に参加する人数が1枚減るっていうね、形かなと思うので、まあそこの塩梅というか自分はどっちを取りたいのか、攻撃を取りたいのか、守備を取りたいのかっていうのが大事なのかなというふうに思います。はい。それは続いて、3つ目ご紹介していきたいと思います。はい。続いて3つ目がですね、5バック戦術になります。はい。それどういうものかっていうと、ここの戦術のところからこうやって見ていくと、こんな感じで、はい。5バックっていうね、戦術があります。はい。これはね、結構やられてる方もしかしたら多いかもしれないんですけれども、こういう風に、まず3枚 CB、まず3枚の CB で両サイドバックをつけるっていう、まず本当根本的にディフェンスの枚数を増やしてあげようっていう戦術になりますね。これ結構今作強いとも言われています。はい。で、これ結構まあ有効的なのが、やっぱり、中央から攻めてくる相手のフォーメーションに対して、この3枚で真ん中をガチガチに固めることができる。そしてなおかつサイドバック登録が2人いるので、この人たちもね、こうディフェンスに下がってくれるんで、このペナルティーエリア内でかなり人数をかけて守ることができるんですよね。なので、先ほどご紹介した、3CB 登録とか、2DMF 登録とか、そういったもの、に加えて、もうまずディフェンスラインの枚数をじゃあ増やしちゃおうよみたいな感じの戦術になりますね。これ結構かなり今作本当に有効的って言われていて、相手にしていてもかなり嫌なんですけれども、ただこれ難しいのは、その分ね、攻撃が難しいんですよね。もちろんサイドバックも攻撃に参加はできるんですけれども、この5人で守るっていうことなので、じゃあ誰で攻めるのか、この前5枚で攻めることにはなると思うんですよね。その中で、さっきのフォーメーションだと、もちろんね、ディフェンスが1枚枚数が増えるんで、この戦術でも、オフェンスの枚数が1枚減るということなので、攻撃がかなり難しくなります。なので、前線でボールを貯めることが得意な人とか、少ない枚数で攻撃をできてしまう人、相手のディフェンスラインを少ない攻撃、3枚とか4枚で崩しちゃうような、そんな攻撃センスのある方、攻撃は上手いけど失点を多くしてしまうみたいな、いつもただ5対5で引き分けちゃうとか、打ち合いが多い人とかは、このフォーメーション結構有効的なんじゃないかなと思います。はい。ということで、3つ目が5バック戦術でした。はい。続いて4つ目ご紹介していきたいと思います。はい、続いて4つ目がディフェンシブ戦術になります。はい、これはフォーメーションを、こうやってね、維持する戦術ではなくて、この戦術の、選手への指示っていうところから、これは、選択する戦術になります。僕も実際に使っているんですけれども、このオフェンス2つ、ディフェンス2つ、選手への指示を行うことができるんですよね。その中でこのオフェンスっていう方に、これ、ディフェンシブっていうね、戦術があります。これね、説明欄にも書いてある通り、指定した選手はオフェンス時に攻め上がるのを控えますということで、つまり、ほんと書いてある通り、前に上がらなくなるっていうね、戦術です。これをサイドバックもしくは、ボランチの選手に入れてあげることによって、守備の枚数を1枚増やすことができます。はい。で、基本的に入れるのは、サイドバックか、ボランチの選手です。この画面で言うと、リュカ・エルナンデス、もしくはワンビサカ、もしくはベッケンバウアー、この3枚のどれかに入れるっていうのが、オーソドックスな戦術のやり方かなと思います。はい。で、比較的サイドバックの場合ですね、これ、両サイド、守備的サイドバックっていう戦術なんですけれども、これ、攻撃的サイドバックっていう戦術の方が多いです。攻撃的サイドバックの選手だと、こうやって前にどんどん上がってしまいます。そういう選手に対してディフェンシブを入れてあげる。かなり有効的です。もしくは、このベッケンバウアーに対してディフェンシブを入れてあげることによって、この選手は前に上がらなくなるので、本当にここに残ってくれます。なので、この中盤で1枚ね、こう守ってくれる選手が、本当守備に特化した選手が増えるっていうことで、ディフェンシブかなり有効的です。はい。何度もね、説明してるんですけれども、やっぱり、このディフェンシブ入れてしまうと、その分攻撃の枚数が減ることになるので、攻撃が難しくなるっていうのがデメリットになるのかなと思います。ただ、このディフェンシブって戦術はかなり有効的で、ここ数年の、ウイレ、イフトボールでもみんな使ってる戦術になるので、ぜひ使ってない方、失点を多くしてしまう方は、このディフェンシブっていう戦術をまずこのボランチとか、もしくはサイドバック、どっちもに入れるのありだと思います。例えば、片方のサイドバックと、ボランチの選手に入れてあげる。ワンビサカと、ベッケンバウアーに入れてあげる。そうすることによって、この4人はもう上がらないことが確定になるみたいな。
そんな感じの戦術を保つことができるので、かなりディフェンシブっていう戦術ね、2人に対して入れることができるんで、めちゃくちゃ有効的だと思います。ぜひね、使ってみてください。はい、ということで4つ目がディフェンシブでした。はい、それでは続いてね、5つ目最後ご紹介していきたいと思います。はい、最後5つ目がですね、ラインダウンという戦術になります。はい、それがですね、こちらも選手への指示から、するものになるんですけれども、先ほどのオフェンスではなくて、このディフェンス 1-2 の方から設定することができます。これどういうものかっていうと、ラインダウンって書いてあります。ちょっと見ていくと、指定した選手は設定されているポジションに対して1列下がって守備を行うようになります。ディフェンダーの選手に設定はできません。5バックの時ミッドフィルダーの選手には設定ができませんということで、これ、4バックの時、3バックの時などに使える戦術になるんですけども、説明で書いてある通りで、このラインダウンを入れてあげた選手は1枚、1列下がって守備を行う。これ1列ってどういうことかっていうと、例えばフォワードの選手だったら、このネイマールの位置、ここですね。はい。で、例えばこれ中盤の選手だったらディフェンスラインに下がって守備するわけなんですよね。なのでディフェンサーの選手にはもう1個1列後ろっていう概念がないので、ディフェンダーの選手には入れられませんと。なので入れるとしたら、この中盤もしくは前線の選手になるんですけども、入れるとするのであれば、やっぱりこのボランチのベッケンバウアーの位置に入れるのがベストかなと思います。この選手に、ただベッケンバウアーにこの選手への指示、ラインダウンを入れることによって、はい、じゃあベッケンバウアーに入れます。そうするとどうなるかっていうと、この選手、守備の時にこうやってここに1列下がって守備してくれます。なので守備の時の陣形が5バックみたくすることができるんですよね。これはかなりね、有効的だと思います。僕がディビジョン1に到達した時もこうラインダウンという戦術使ってました。かなり強かったです。ただこれにもデメリットは一応ありまして、この中盤の選手が1列下がって守備をするっていうこと、イコールここに穴が開くわけなんですよね。なので中盤の枚数が少なくなってしまうっていうのがデメリットです。なので中盤で相手にパスを回されることが多くなってしまうっていうのがデメリットではあるんですけれども、1枚下げることによって真ん中をね、ガチガチに固めることができます。でラインダウンってね、守備の時だけ、あの形になるので、攻撃の時は普通に中盤のところにいてくれます。ただ相手がボール持って守備の時にこういう風に下がってきてくれるっていう戦術なので、結構ね、今作から搭載された戦術なんですけれども、かなり面白いと思います。はい、ということで5つ目がラインダウンでした。はい、ということで今回ね、失点が減る戦術5選ということでご紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。結構ね、こう失点といえば、こう試合中の操作面でね、こう苦戦して、こう失点してしまうって方がね、多いので、あまりこの戦術に気にかけてない方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、この戦術を変えただけで失点の減り方がガラッと変わることももちろんあるので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。はい。この5つはね、本当にプロの方とか、猛者の方もね、使っている戦術なので、ぜひどれかね、皆様自分に合う戦術を見つけてみてください。はい。ということで今日は失点が減る戦術5選ということでやっていきました。こんな感じで私ね、eFootballの講座系の動画上げてますので、よろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。